僕の姿を見てくださいよ。なんなんそのヤンキーでしょ、うん、2つ使ってますよ椅子見てくださいよはいどうも皆さんこんにちはこんばんはトニーでーす。ジャイでーす。はーい、今回もね宇宙の旅やっていこうと思います。おーまずスカイ。そうなんですかい。今から何をするかって、まあ、右下見てくれたら分かるんですけども、緊急信号を調査する宇宙ステーションを訪れ知的生命体を探すってことで、先輩またあびっくりしたおとん知的生命体発見発見。僕はチンパンジーを発見しました。乗り込みましたね。乗り込みましたよ。では行きますよ。ああ、おっ、飛んだよ。では先輩空に向かって、パルスドライブ停止、待機障害発生。何？マジか。何の話？先輩スペースね、パルスドライブは。スペース？スペースですよ。ああ、燃料不足ですよ。え、先輩できないの？やってる。あ、燃料パルスドライブ停止。ああ、僕もパルスドライブ停止って書いてました。トニー、はい、パルスドライブをちょうだい。いや、もうパルスドライブをちょうだいって何なんですかちょっと待って、停止したんですけど、これ今三十水素もしくは何かがいる。パルスドライブで、まあいいわ。あ、ちょっと待って、三十水素どうやって作るんですかこれ。三重水素この間なんか買えるとか言ってなかったっけ。いや言ってたんですけど、うん、結局買ってないじゃないですか。あ、痛いな。はい、あ、三重水素ゲッチュー。どこで。なんか、あれ、隕石にぶつかったランプライダー。先輩それせっこくないですか。イエーイ。隕石にぶつかったらいいんですかこれ。隕石にぶつかったらあれだよ、障害が。あ、これ撃てる撃てる、先輩隕石撃てるぞ。あ、三重水素いっぱい。あ、オーバーヒートあ、三重水素あるから、これでよいしょ。お、先輩リチャージしましたよ。お、素晴らしい。はい、じゃあもうパルス ドライブしますだってね、2日で到着って書いてるんですよ、このまま行ったら。あ、そうなのだからパルスドライブしますね。14時間で到着するから。じゃあパルスドライブ、321ゴー。これすごいな。本当にウランちょうだい。いやいやいや、今はないっす。なんか通る、なんかおる、なにこれ。あ、なんかびっくりした。あ、なんかおるって、これが宇宙ステーションか。おお、ちょっと待って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 、待って、ストップ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 。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかすごく、ちょっと待って。楽しい音楽が。うん、なんか流れてますよね。なに、ここに入るの、ここに入ったらいいの。あ、入った入った、先輩入りましたよ僕。あの、まずですね、あの、その、おー、すげー、え、すげー。あのね、うん、あの、まあそのタグつけたところに近づいたら、うん、あの、まあとりあえずそのスピードアップしてるのを解除し、シフトで解除するでしょ。シフトで解除するんですよ。シフトで解除するの、うん、ほんでゆっくり近づいていって、どこ、うん、タグついてるとこあったでしょ。あれ、うち違う惑星来たんだ先輩、うん、ちょっとなんか変なこと言うのやめてもらっていいですかごめん、なんか全然違うとこえ、違う惑星行ってたわ本当に見つけたわ普通にそうなのやめてもらっていいですか、マジで。あ、来た来た来た、ほんまびっくりしますわ、もう。あ、うちが一番びっくりや。先輩や思ったら全然ちゃう人でしたよ。え、おいしょ、先輩降りましたよ。あ、来た、先輩どっち。あ、おったおった、先輩ほら、もう来ましたよ。すっごいな、ここやば、やばくないこれ。なんで女子高生になってるいやいや、テンション上がるわ。で、なにここ。あ、あ、アダド、あ、お友達、トレーダーは貨物室に向かって手を振った。私が現れたことに興奮しているようだ。僕も興奮しています。操縦室を素早くくちばしでつついている。船の買い取り交渉も可能だと言っている。なんか買おうかな。あー、テクノロジーモジュールとか買えるんですね、ここで。先輩ちょっと行きましょう。
宇宙ステーションを探索する生命体を見つけて、緊急信号を、緊急信号について尋ねる。先輩尋ねますよ。はい、行きましょう行きましょう。なんかすごいんだけど本当にもうマジで。あ、先輩あった。何が？あそこだわ。あ、エレベーター。違うわ、あれあなたの基地って書いてる。あ、そっちから行く感じですか？うん。いっぱいおる。いっぱいおる。カメレオン。ちょっとじゃあ先輩大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんか怖いんですけど。なんか見知らぬ人たちばっかりですよ。だって僕たち自分のこと忘れてるからね。うちら友達やもん。なるほど。先輩の友達か。うん。確かに。納得。異星人は私を期待の眼差しで見ている。明らかに何かを待っている。信号中継機で見つけたコードを知っているのか。ん？私のメッセージに驚き、生命体は激しくキーキーと声を上げた。言葉はわからないが、彼らが首を振っているのは明らかだ。なんか感じてるってことですね。ね。商人、これが商人なのか。労働階級、ゲック、ディレクターズ。ねえ、なんか面白くないですか、マジで。何ここ、行かれへんの、ここって。いや、行けないのね。この下行きたいわ。あ、先輩、ここ座れるんちゃいます、ここで。信号キャッチ、生命反応探知。トニー。なんすか？探行者、この探行者を。あり。探行者に喋りかけて。探行者？探行者。探行者って何なんですか？アルマビーに喋りかけて。それ読み方合ってるんですか？探行者なんですか？多分探求心の探に、はい、鉄鉱石の鉱に。じゃあ探行者なんですかね。じゃあ先輩、僕の姿を見てくださいよ。何なんそのヤンキーでしょ。うん、2つ使ってますよ、椅子見てくださいよ。で、誰に喋ったらいいって言ってました？もう死んわそね、ついに。探行者ですね。ああ、これか。アルマピ？アルマピ。異星人は私を期待の眼差しで見ている。明らかに何かを持っている。これはさっきと一緒、コードを繰り返す。これも、この人じゃないのか？なんか全然違う感じの人おる。サンジャス。サンジャス？サンジャス。ターミナルで私を見つめていたのと同じ赤い光が見える。信号機で聞いたことを繰り返します。我々は君を見ているぞ、旅行者よ。君に残したものを見つけなさい。異星人は彼ら自身のものではない言語で喋っている。コードは赤くギラギラした光を通して私に反響し、座標に変化した。赤い光は薄れていき、生命体が私を期待の眼差しで見ていることに気づく。何が起こったにせよ、彼らには見えていなかったようだ。立ち去って残されたものを見つけるべきだろう。なるほど。信号キャッチ、生命体反応検知。目標に更新あり、目覚め、救難信号の発信源を探す。ほうほうほう、暗号された信号を受信した座標を記録、信号に向かう。なるほど、先輩これ喋りました？何が？サンジャス、この人、この赤い人。うちアルマビ。この人に喋ってくださいよ。出てない？アルマビに喋りかけたろ。暗号化のやつ出ました。出た。じゃあ向かいます、あの赤いとこ。わ、救難信号の可能性あり、惑星上。何あれ、信号に向かうか。じゃあもう行った方がいいのかな。でもちょっと探索したいっすよね。ねえ、あっち行こう。この異星人、気象、何これ。いや、もう見覚えがあってんか。ミッションエージェントを利用すれば、あるいは私の価値を証明できるだろうか。ミッションエージェント、何の話だよ。先輩今どこっすか？反対側。そっちなんかあります？
てかロッカーないんすかねこれ。てかあのストレージをね拡張したいんですよね、さすがに。ねえね、ちょっと荷物がねもうパンパンやから、なんかないの、どっかにないんすかこれ。これ何？外見変更モジュール先輩？あ、先輩？あ、先輩？お、やばい。お、やばい、外見変えれるぞ。マジで。外見。が、外見。何悪いことした？いや、が外見ね。種族も選べれるぞ。へえ。これまた元に戻れるよね。知らん。トラベラー、バイキン。一回変えてみる。あ、やっべえ。え、なんか、気持ち悪くなっ。え、なにこれ、待って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 、いや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 、ちょっと待って、びっくりした。あ、ごめんなさい、あの、ちょっと一瞬席外していいですか。おうお待たせしました、戻ってきましたよ。はい。あれ、お帰りなさって。先輩、何も変わってないんですか。え、あれ有料でしょ。え、あれ有料ね。え、え、無料。何を言ってるんですか。うちお金ないから。え、そうなんすか。頭だけ買えるん、中途半端やんな。いや、中途半端っすか。うん、じゃあ、かっこいい。待って、こんなんできんの、マジでこれ。おニュートニー先輩。おニュートニー先輩、生まれ変わりましたよ。普通でしょ。え？え？誰？え？え？あっち行け。なるほどね、ここでいろいろ交換してもらえますね。トニー。はい。うち超かっこよくなってるよ。え、できました？まだ。まだすか。まだよ。この回だけっすか。なんか他ないんですかね。美味しそうになってるでしょ。いや、どこが美味しそうなのかよくわかんないですけど、なんかちょっとチーズっぽい。そうっすね、トニー、近未来化っぽいね。チーズケーキには見えなくもないっちゃ。でも気持ち悪くなりましたね。先輩、ズボンとか僕と一緒じゃないですか、マジで。うわぁ。まあ、一家仲間やし。ああ、わかりました、うん、じゃあ、とりあえずちょっと行きますかね。え、背中いっぱいですけど。行こう。とりあえず次のところ行って、もうやめにしますか今回は。あ、すごいな、これでもね、テレポートできなかったんですよね。あ、そうなの。そうなんすよ。てこ、何このめっちゃかっこいいの、待って、連れてってくれ。先輩、じゃあ僕向かいますよ。うん。パルスドライブ、リオニソス再び。なるほどね、こういうことね。うわぁ、すごいぞ。何ここ、何ここ、何ここ。うん、わぁ、先輩、何やら不気味なところに来ましたね。あ、マジで。はい、あ、なんだこれ、宇宙船を呼ぶ、なんだこれ。ログソン賞、記録断片の読み出しは可能。シグナルをたどると、貨物船の、残骸に行き着いた遥か昔に忘れ去られた遺跡の電子回路がトラブルを起こした痕跡なのだろうか。破片に、半ば埋もれてパイロットの、航中ログが
まだ点滅しながら入力を待っている。ログを読み出す。ターミナルは、船のログを表示する代わりに得体の知れない数列を吐き出し始めた。続いて短いメッセージが現れた。んー、アノマリーが星々を求めてやってくる、逃げろ。メッセージの、これは末尾なのかな。末尾にはハイパードライブの設計図が添付されていた。お、このハイパードライブ設計図は一般的な宇宙船用で、貨物船のような大型艦用ではない、墜落後に誰かがここに残していったのだ。誰かの役に立つことを願って。なるほどね。なんかすごいハイパードライブゲットしたんですけど、新しいテクノロジー発見。お、高速ワープドライブですって。船がワープ速度で移動できるようになり、近くの惑星間のジャンプを可能にする超高速ドライブ。一瞬で次の惑星行けるってことですね、これ。すげえ。銀河マップからハイパードライブシステムにアクセスすることを強く推奨する。銀河マップからハイパードライブシステムにアクセス。銀が出てマップ開いてハイパードライブシステムにアクセスすればいいんですね。とりあえず、有色金属マイクロプロセッサーが必要。おっで、こっ、おうほう、おいや、なん、ハイパードライブの部品を入手するマイクロプロセッサー、新たなガイドアンロック。新たなガイドアンロック、ハイパードライブを作る宇宙ステーションでマイクロプロセッサーを買う。うわ、なんかいっぱいあるぞ。マジで？なんかすごいな。ここなんかありそうなんですけどね。先輩着いたらちょっとやめますか。まあとりあえず。探索できそうですね、ここ。ただリュックがね。そうやね。うちもパンパンやからさっき預けてきた。え、預けた、え、預ける場所あったんすか？宇宙船に。あ、宇宙船うおお、一番上まで来たぞ。イエーイ。あの上なんかあるんかな。あ、登ってる登ってる。あ、やっべえ、なんか僕ぶ、やっべえ、浮いた浮いた。先輩、うん、あのね、今この状態の僕を見たらね、もうびっくりしますよ。マジで。まあとりあえずちょっと終わりますか、この辺で。おー、ねえ、うん、あの先焼け跡みたいなどっかなかったかな。どこやったかな、焼け跡。あっこか。ここなんかないの。黒くなってるけど特に何かな、あるわけではない。うん、ないのね、別に。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではトニーでした。ジャイでした。またね。なんか飛んだ。ジャニー。おもろいっすね、ここ。あ、痛い。